大村平は日本の航空自衛官、著述家、東京都出身、第18代航空幕僚長、技術畑からは初の航空幕僚長、工学博士、自衛官としての勤務の傍ら、初等数学や統計学において啓蒙書を多数表した。名古屋陸軍幼年学校に入校し2年次に終戦を迎えた。在学中はパイロットを目指していた。 終戦後は、旧制、東京高校を経て、東京工業大学に進学。大学では、機械工学を専攻し、卒業後は、製紙会社に勤めるが、仕事として今一つ物足りない感じを受け、1956年に、公募幹部として、航空自衛隊に入隊。入隊後は、甲府基地で1ヶ月の入隊教育を受けた後、浜松基地の実験航空隊に配属された。 その後、整備幹部の教育を受けて、宇都宮基地へ派遣され、当時開発中の T-1 練習機の整備の勉強と、その傍ら試験飛行にも携わる。当時のテストパイロットは、戦中派の高岡進や日高聖康で功績で、機上計測を100回ほど実施した。1960年から2年間、東京大大学院に入り、 歯車精度測定法の研究に努めた。空自復帰後は技術研究本部に配属され、技術幹部として装備の研究開発に関わり、Z エンジンの設計やブルーインパルスのカラースモークの研究にも携わる。その後も技術畑で勤務し、航空爆量幹部、航空実験団で T-2 練習機及び F-1 戦闘機の開発にも携わった。 1984年には技術幹部として初の航空方面隊司令官となる。その後、航空爆料を副長を経て、1986年2月から1987年12月まで空爆長を務めた。2021年6月1日、肺炎のため都内の病院で死去。91歳を打つ。ありがとうございます。